マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。最近先生の YouTube チャンネルを見て、私オートミールダイエット始めたんですってお声をね多くいただいています。嬉しくって、今回はそんな方々のために私がまたですね考えた痩せるオートミールのレシピをご紹介していきたいと思います。もしあなたがオートミールを使って健康的で綺麗に痩せていきたいなと思っているようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、痩せるオートミールダイエットということで、オートミールのダイエット効果、そしてオートミールを使った美味しいレシピをお伝えしていきます。はい、では1つ目の項目、なぜオートミールで痩せることができるのということなんですけれども、これはですね、オートミールっていうのはオーツ麦のことになります。オーツ麦があなたの腸内環境のその腸内細菌たちのバランスを整えてくれる効果があります。でめちゃくちゃ食物繊維が豊富ですから、要はお腹の大掃除、デトックスしてくれるものになるんですよね。そうするとしっかりと代謝が上がって、しかも食物繊維を食べるとどうなるかというと、食欲をね自然と抑えることができちゃうからなんですね。また白米などに比べたら低カロリーで血糖値も急上昇しにくいので、結果脂肪を溜め込みにくくできますよっていうこと、またタンパク質、ビタミン、ミネラルなどなど栄養価が高いので、とってもねダイエット向きになるんです。では2つ目の項目です。オーバーナイトオーツレシピということで、今回はこのオートミールを使った美味しいレシピご紹介していきたいと思います。でまずオートミールを使ったこのオーバーナイトオーツというベースのレシピがあるので、そちらをご紹介してから、今回はもうめちゃくちゃ美味しいスイーツ系のレシピ、私がアレンジして作っております。ぜひ最後までご覧くださいね。まずはこのオーバーナイトオーツをどうやって作るんでしょうかということで、材料こちらです。基本の材料です。オートミール 40g、 そして無調整豆乳が 100g ということで、まあ大体ね、もう私も大体が好きなんですけども、ひたひたとねオートミールがまあ浸るぐらいの豆乳の量でも OK です。もうその倍とかだったらいけませんけども、まあ大体浸ったかな、まあ、2から 2.5倍ぐらいの量であれば全然 OK です。ではここからオーバーナイトオーツの作り方に移ります。1、保存容器に全ての材料、まあ、要はオートミールと無調整豆乳ですよねを入れて、まあ、前の日の夜にね、まあ、要は仕込んでおくわけですよね。そして2、その容器の蓋をして冷蔵庫でそのまま8時間程度置きます。まあ、それ以上でも OK です。で3つ目、翌朝になったらもうそのひたひたにねなっていた、まあ、その豆乳を吸い込んだオートミールがもうね絶妙なバランスで食べやすくて美味しく変わってますから、それをベースに使った今回のレシピということになります。でこの詳しい作り方の様子とかは別動画で、基本のオートミールオーバーナイトオーツの作り方ということで別動画もありますから、ご覧いただいてもいいと思います。そして、まあ、一口にオートミールといってもいろんな種類があるんですが、私がおすすめなのはこちらです。はい、無添加のオートミールです。オーツ麦 100% を使ったここオーガニック原料を使っていますという、こういったですね、要は有機栽培の無農薬のものをぜひ購入していただきたいなと思うんですよね。せっかくねこれダイエットにいいなと思って買ったものが農薬たっぷりのですね、こう悪質なものを買ってしまいますと、そういったものが体に入っちゃうとですね、もう内臓、まあ、特に腸とか肝臓がめちゃくちゃダメージ受けてしまいます。そうすると結局働いてくれなくなるわけですから、あなたがもう食べても食べても全然消化吸収できなくなっていってしまって、ますます太ってしまうというね、そういった悪循環、負のスパイラルへとね入っていかないためにも、ちょっとお値段はねやっぱり張るかもしれませんが、せっかくでしたらご自身のためにですね、ちょっとですよ、いいものをやはり安心安全なものが私はおすすめですということで、私はこちらを使っています。でここちょっと見えますか、ここねクイックオーツタイプって書いてあるんです。でこのクイックオーツというのが、そのオーツ麦をねもう崩してくれてる食べやすいタイプになってるんですが、普通のロールドタイプ、これはもう麦まんまが残ってるのでお好みでいいと思います。
例えばですね、あの白米の代わりにこのオートミールダイエットしてる方なんかは歯ごたえが欲しい、お米っぽく食べたいという方はそのもう丸々とね、クイックじゃない方、ロールドタイプを使ってもいいですし、ちょっとこうモサモサして嫌っていう方はね、こういったもう元々から砕いてくれてるものもおすすめです。で、今回私が使ったのはこのクイックオーツタイプになります。ではいよいよここから美味しいデザート風のレシピをお伝えしていきたいと思います。和風のオーバーナイトオーツです。材料1人分です。オーバーナイトオーツを1人分、まあ、先ほどのレシピのところですよね。そこに抹茶パウダー、これ無添加でお願いします。あのお砂糖とか全く入っていない、要はこう抹茶のパウダーですね、を小さじ1/2、まあ、ここお好みで OK です。あときな粉はまあ小さじ1程度、ここもまあちょっとね、もう少しタンパク質欲しいなっていう方はもう少し増やしても OK です。そしてあんこ、これも無添加のものでお願いします、を大さじ1ご準備してください。そして作り方です。こちら一晩かけて作ったオーバーナイトオーツがありますね。そこを取り出していただきまして、その中に1抹茶パウダー、2きな粉、3あんこをトッピングしたらもう完成です。もうね、これめちゃくちゃ簡単なんですよね。しかも美味しいですから、まあ、お食事の代わりにこのちょっとスイーツ系のオートミール食べられますと、まあ、ご飯とデザートがね一度で済んじゃったっていう、ものすごくねお得なメニューになってますから、食べ過ぎ防止にもなりますし、やっぱり私たちね女性ってちょっとね甘いものも食べたいじゃないですか。なので、まあ、我慢というよりは時々こういったお食事兼デザートになるようなもので、例えば昼食をもう終わらせるとか、朝ごはんをこれだけにするとか、そういった形で時々ね入れていくメニューにはぴったりの腸活オートミールレシピなので、ぜひ作ってみてください。ということで、ここから私が実際に作っている様子、実演動画ご準備しています。ぜひご覧ください。どうぞ。いかがでしたでしょうか。今回の痩せるオートミールのこのレシピのポイントは何かと言いますと、使っている材料が全て腸に負担をかけずに腸を整えて、結果きれいに痩せることができる健康メニューだからなんですね。ここで間違ってしまうのは、例えば添加物がいっぱいのものとかね、いっぱいお砂糖が入っているものとか、そういったものを材料に使ってしまうと結果が出ませんよってことになりますから、ポイントは良質の腸活の材料を使ったオートミールのレシピを適量を召し上がっていただくっていう、ここが痩せるポイントになります。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。